こんにちは、シュウです。今回はゼラキティ使っていこうかなと思います。いや今日ね、超攻撃型ゼラキティだね。今回ダメージ吸収無効とか入れてないんだよだからここダメージ吸収の敵出てたら終わってたんだけど、もう圧倒的攻撃型でいってます。もうゼラやばいよね。なんかマジぶっ壊れの性能してる気がする。なんでゼラ1体書いてガチでいくなら、ここになんだろう、風神とかもう何でもいいよ、ダメージ吸収無効のスキル入れると本当に実用的になると思う。なんか今の時代ね、ダメージ吸収1体ぐらいサブに欲しいもんね。で組んで、うん、こんなで、でさっき私ちょっと編成難易度低めの動画撮ったんだよ、ゼラキティで。なんだけど今回ガチガチだね。あの前回やった動画概要欄にリンク貼ってきます。今回ガチガチマジで。いやで指以外がちょっときつい、このパーティーめちゃめちゃ強いんだけど、これゼラキティ使っちゃおうか。あと一旦で何回になったんで使います。これ使いの、でもここはもうこんなんで適当でいいんじゃないかな。そう、さっき編成難易度あれとか入れてたんだよ、ブラキディオスだっけ、あれとか入れてたら結構火力が物足りなかったんだよ正直。なんだけどゼラ3枚の暴力すごいね。ゼラ3枚だと、で耐性も 100% あれつけてます。朝倉用武器だってマジでぶっ壊れな気がする。はい、これは7コンボ出てないかな。ちょ、私今いいね、落ち込んで7コンボ出た。私さ、昨日さ動画あれあれあれ、いや火力は問題ないっていう話しようと思ったんだけど、ちょっと普通に倒せなくてあれだな。でこれキー残そうか。私昨日動画でマリカの動画出したんだよ。でそこでなんだっけな、漫画の話したんだよね。漫画今年夏読みたい漫画があるみたいな。でそこでコメント欄で総じて多かったのが、約束のネルバーバンド、あれがすごいもう人気だったね。あれマジ面白いですよみたいな。私も動画で約束のネバーランド読んでみたいなって言ったんだよ。で他にも何個か読みたい漫画のアイディア出したんだよね。こち亀とか、あと7つの滞在だったっけな、あと弱虫ペダルとかも言ったかもしれない。言ったんだけど、もうコメント欄で圧倒的に多かったのがそのあれだったんで、約束のネバーランド、あれがマジ面白いから読んでって。だからすげえ、なんか漫画どれ最初読もうかなって悩んでたんだけど、それ読んでみようかな。あと私の話題に出してない漫画ですごい人気だったのが、あれ東京グール、あれもすげえ、あれ確か実写化されてるよね東京グールって。あれもすげえコメントだった。だから多分この YouTube 業界において、もう私のコメントしか当てにならないんだけど、 YouTube 業界って勝手に業界にしていいのか分かんないけど、業界において約束のネバーランドと東京グール、いやー惜しいな、あと1個あればできたのにな、が人気、まあ、シューペディア情報だよらしいね。なんでこの2つは私は中心的に読んできた。 OK、 色あるね。あでもこれあれか、オールドロップチェンジみたい。おそうか、キー繋げたからコンボ加算したのか。あ一応ゼラキティのリーダースキル見ます。スキルが木の全パレ2倍、6コンボ以上6倍、木を9個以上消すと1コンボ加算。そこの1コンボ加算がねすごいでかくて、めちゃめちゃこれ前回の動画で言ったんだけど、ヘッポコンボやべえ、これやばいじゃないこれ。じゃあ私のパズルが適当すぎたな。これ使います。でこうします、こうします、いいね、 OK だね。色きて、いやでも変化あった気がすんな。ないね、いけらず、いけらず、もうコンボ吸収もないもんね。私ね、最近動画出すときね、編成難易度が高すぎるって言われるんだよね。いや、これいけるかな、落ち込まれて1個し。いや、どうだろう、なんか思ったのと違うな、思ったのと違うななんか思ったの違う。やっぱゼラ入れると、火力全く問題なくいけるねっていう動画にしようと思ったんだけど、ちょっと思ったのと違うね。言っても12倍だからね。私の動画ね、編成難易度が高すぎるって言われるんだよ。いや、確かに。結構ガチャゲンの暴力みたいなとこある、私の、あれ。で、編成難易度たまに抑えるんだよね。抑えれるだけ。まあ、それでも高いって言われるときあるんだけど。そしたらそれで、ガチパを見てみたいって。そう、でもやっぱさ、ゼラキティはゼラ入れて使ってみたいよね、普通に。どんな感じになるか。で、ここは、一回キー呼ぼうか。相手の属性的には有利だけど、一回キー読みます。キー読んで、ただボス戦、この、ボスっていうか、あの、硬いドラゴンたち、あの子たちすげえサクサク倒せんじゃないかな。
なんか割と道中の方が大変な気がする。はい、そしたらもうゼラ見て、ゼラキティ入れるとこっち5体ゼラいるからね、5体ゼラいるんだよ。なんでマジ余裕だと思う。たまったね。一番左のゼラキティが2ターンで、フレンドが5ターンで、真ん中のゼラが3ターン。でもゼラ使っちゃおうか、なんかもうめんどくさいよ、すげえダメージすんの。これでいきます。で、一応どうしよう、正方形組んだ方が火力出るか。正方形組むか。組みます。組の、うん、まあいいんじゃないこんなんで。このコンボカさんがね、本当にありがたい。なんか使ってみるうまい感じだと別にいらねえんじゃねえかなと思ったけど、そう、ゼラのリーダースキルと、リーダースキルじゃねえ、スキルと合わせると2コンボカさんだからね、なんでもいいよ。うん、ここもゼロ使っては、こういう時ね、これ7コンボ吸収なんだよ。なんでもう実装当初無効貫通して7コンボなんて絶対組めないよっていうあれだったんだけど、いや今やそれができちまうだね、ウソップだね、ウソップ。4コンボ加算だからね、4コンボ加算、逆に7コンボ出ない方が難しい、ゼラ使って。いやそう考えるとやばいね。お、次組んだ、次組んだ、頼む。よし帰ってきた。すげえミスっちゃった。たまにこれ私負けるとわざと負けただろうってやるんだけど、わざとじゃないよ、すごい帰ってくるの大変だからね。でこれ使います。で無効なんだもんね、忘れてた、ちょ調子乗ってたわ。慎重にいきます。今度はしっかり無効を入れます。で今回バランスよく編成してきた。今回コットンにダメージ吸収無効、さっきのパーティーだとダメージ吸収の敵出たら積んでたんだけど、なんで今回はダメージ吸収も出て大丈夫だった。実際に出たんだよね、サダルメリク。なんでこれが一番いいかな、バランス型が一番いいと思う。そうだよね、さっき攻撃型デオキシスアタックフォルムすぎた、やっぱバランス型ってちょうどいいと思う。オッケー、でここか、うおー、めっちゃ注意された。こっからが余裕でいけるって言おうと思ったけど、まあいいか、ここでコットン使って、まあ、落ち込んだしなんだけど多分いけると思う。よいしょ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 、いいね、いいと思う。いや、いけんじゃないかな、これで7コンボ出てないけど。よし、ここでいきます。でもやっぱ火力ちょっと足りないね、結構パーティーガチガチで、ここは普通に食います。 OK、 パーティーガチガチだから割とねいけるかなと思ったけど、アポロンとかね普通に硬くていけなかったし、 OK。 でここゼラ使って多分ワンパンできると思う。そこね、最後の3人ワンパンワンパンワンパンでいきたかったんだけど、モア遅延してくんだね、なんかヘパストの遺伝子を若干受け継いでる気がする。 OK。 でここでゼラ使って、でちゃんと向こう入れます、向こう。うん、やっぱゼラってさ、何が強いかっていうとこのコンボ加算強いよね。ジェン偏ってもそのコンボ加算で割といける。 OK。 これで4コンボ加算だね。うん、多分余裕のワンパンでしょう。